はい、OK 出していただいてもよろしいですかね来ますかねはい、来ましたはい、それではじゃ準備 OK でしたらお願いしますはい、準備 OK ですはい、どうぞはい、皆さんこんにちは9月19日木曜日シンディのハッピートーク時刻は2時を回りましたオンラインからですけれども沖縄の地下上昇率が全国一というニュースが配信されていましたまたあの 住宅地変動率というのがあるそうなんですけれども、順番がですね、まあ一位が宮古、そして二番目が北中菊水村、三番目が女村、で四番目が伊野座村、そして五番目が鳴神村ということで、北部がものすごくあの入っているんですよね。まあその理由としては、えー、もう皆さんね沖縄皆さんご承知おきかと思うんですが、2024年開業予定のジャングリアが 北部地域の上昇を押し上げているということなんだそうです2025年は北部地域が大きく変化していくことになりそうですねそんな週末に向かう午後のひとときをどうぞご一緒にお楽しみください心理のハッピートークこの番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより2時26分まで放送いたします最後までお付き合いください 4月から始まりましたシンディのハッピートーク。ご視聴の皆さん、本当にいつもありがとうございます。この番組ではゲストをお迎えしてインタビュー形式でお話を伺ってまいります。うん、さあ、今日のゲストは向井佳代さんです。ようこそお待ちしておりました。向井さん。よろしくお願いします。ありがとうございますえ。向井さん、今日はどちらにいらっしゃいますか京都におります。あ そうですかありがとうございます。まあ強度というとも残暑というかね夏からまあ残暑が厳しいということなんですがどうでしょう今日はやっぱりめち,ちめちゃくちゃ暑いですね<あ>もう続いて続くのかなと思います。どうですよねちょうどあの沖縄の近くには台風が来てたりとかまあ最近はねその台風がこう上の方に上がっていくので。 よりこうあ、雨だったりとか、暑さをね、あの、今年は感じる年ではないかなと思います。今日は本当にありがとうございます。ございます。はい。それでは早速ですけれども、向井さんのお仕事などを伺ってまいりたいと思います。向井さん、普段はどんなことなさっていらっしゃるんですか？はい。私はオンラインで英語教育のサービスを皆さんに提供しています。はい、うん。で、一つはですね、はい。あのお子様の英語なんですけれども。う お家で、えー、お子さんを英語が将来話せる子に育てたいっていうお母様方、まあ、幼児さんから小学校低学年も、ちゃいお子様のお母様に、お家でこういうふうにしたら、英語が話せる子に育ちますよっていう、そのやり方をお伝えして、お悩みを聞きして解決策、アドバイスしたり、えー、ということをしているのが一つあの、お子さんの英語に関する授業です、はい、お仕事ですね。はい もう1つは大人向けでして、はいまあ、大人の方で、まあ、急に英語が、ねまあ、上司がアメリカ人だったとかね、うん、<laughs> あのお仕事の関係で海外の方とやり取りをして自分の事業を広げたいですとか、まあ、またはあの京都の方って、ね、結構皆さん優しいなと思うんですけれども、はい、京都もめちゃくちゃ外国人の観光客の方が多くて。はいえー 京都の方と英語やりたいんですってなん英語できたらどういう,ん、どうすることしたいんですかって聞いたら困ってる外国人を助けたいとか外国人の人に話しかけたいっておっしゃる方が多くてなのでそういう、まあ、初心者でも簡単に英語って難しくなく話せるよっていうようなことを、あのー、お伝えするような講座を。 価値が作りたいなというふうに思ってます。あ,あそうですか。準備中ということですね。はい、ああ、すごい素敵な仕事ですね。すねあのでは、えー、そうですね。えー、そういうこう外資系の会社にお勤めだったっていうようなきっかけがあって今のお仕事なんでしょうか。あ、そうですね。あのー、私今のように個人でこう英語教育の仕事をする前は、25年間会社員でして、はい、はい。あのー、日本に本社があって で世界中に、まあ、子会社ですとか、うん、管理会社があるよううな多国籍企業といいいころで働いていましあ英語が好きになったのも本当に小さい頃小学校1年生の時覚えてるんですけれどもお家に百科事典みたいのがあってあのそこに世界中のまあいろんな建物だとか美術館だとかいろんなこう絵や写真があって。はい ずっとそれ見てたんですね。行き、えー、たいなと思って、えー。その時に父から英語っていうものがあるよって聞く。えー、<laughs> それはすごいと。<laughs> 英語ができるようになったら行きたいところに行っていろんな人と話ができるってね、えー、子供ながらに思って。そこからずっと英語が大好きでここまで来たっていう感じなんです、えー。そうですか。じゃあ本当にあの何て言うかまあいろんな出来事はあったかと思うんですが好きな道をずっと歩いてこられた。 っていううう感じででしょうかねそうですねそす、うん、別に誰かにやれって言われたわけでもなく <laughs>、はい、押し付けられたわけでもなくワ、うん、ワクワクすするんですよね英語でいろんな国の人と話ができたりすると何、うん、て言うんですかねこう自分の世界が広がって、はい、自分があの、まあ、より多くの人と仲良くなれる自分になれるようなそんな気がしますし言葉を通じての言葉を通じて いろいろな方とねつながれることは本当に、うん、まあなんですか皆さんにとって住みやすいこう地球を作っていくじゃないですけれども <laughs> いいことだなっていうふうに思うとワクワクしますそうですねあの、うん、ラジオではちょっと見えないんですがこの後と YouTube 配信もいたしますけれどもちょうど壁紙のところにね佳代さんの、えー、これは「優しくなれるおうち英語」。 というふうにで可愛らしいねあの絵も書いてありますので <laughs> ぜひこの後 YouTube 配信始まりますので皆様ラジオの後はぜひ YouTube もご覧くださいありがとうございますありがとうございますあいおあのオンラインでまあ、ほぼ100%オンラインということでよろしいですかそうですねあの、うん、この3年前にオンラインのあの お仕事に切り替えまして、まあ、コロナがあったこともありますしです、ねはい、いろいろな事情でそれを選びまして、うん、でも100%オンラインでやっているんですけれども、うん、あの今後は、まあ、この地元京都に関しては、はい、私も割とコロナの後にいろいろ外に出るようなことが増えてきましたので、うんはい、対面で、まあ、例えばあのお仕事されてる方と一緒に、うん、あのどんなふうに英語が授業に生かしていけるかとかそんな、はい、あのお話が。 進んだらその時は対面でいろいろご相談したりということもしていきたいなと思ってます、うん、そうですよね、多分もう皆さん100%オンラインから、まあ、1割、2割ぐらいはリアルでお会いするっていうね、そういうふうにこう変わってきているんじゃないかなと思いますね。うん、やっぱりいいですよねあの、対面でお会いするというのが一番あの分かりやすいし、本当に伝わりやすいんじゃないかなって思いますね。うん ちょうどこの前の日曜日に、えーうん、大人の方のの方初めての対面ミニレッスンやったたんでで、えー、ですすよそううかどしお子さんは、ね、最初、えー、あの会社員辞めた時に対面教室をしていたので、えー、もともと対面から入ってるんですけれども大人の方初めてで、えーえー、でも、あのー、あの緊張とか特にせずに、はいまあ、オンラインでやっていたのでそれとそんなに変わらないかなっていう感じで。 さらにプラスで直接ねやっぱりその場で皆さんのこと見ながらレッスン行きましたし皆さんも喜んでいただいたのですごくいい経験ができました。えー、よかったですねじゃあまたあのもう加代さんの住む地域ではやっぱりリアルを取り入れていこうっていうところですよねはいいろいろね、えー、可能性を探していきたいなと思います。うん、<laughs> 素晴らしい。であの少しねお聞きしたんですけれども、えー、今回、えー、ご本を 出されたということで、はい、どうでしょうか反響もですごく大きかったと思うんですけれどもおかげさまでありがとうございます、はい、いいねあのアマゾンの Kindle で電子書籍はい、うん、という形で絵本を出しましたはい、うんはい、これはあの、うん、私のずっと関わっているまあ、うん、お家で英語教育をされたいお母様方にこう、はい、もっとあのなんですかねやっぱり皆さんいろんな 英語の声かけをお子さんにしたいっていう気持ちもあるんですけれども、うんはい、なんかやっぱり教科書で習ったものだけだと足りなかったり、はい、バリエーションがなかったりっていう風になりますしう、はい、本当にね英語も優しい語りかけの言葉がたくさんあるので、はい、お子さんへの優しい気持ちを英語の声かけに直した、うん、そういった絵本があればいいなっていうのをずっと思ってたんですね。はい、それで思い切って。 送りました。いやあ、素晴らしいねえ。本当にあの多分たくさんの方がご覧になってわーって思ってくださってると思うんですが、どうでしょうか？あの反響は、まあ、私も少しこう読ませていきたいあ。ありがとうございます。<laughs> はい、そうですね。なんかお母様方からはなんか、私もこんな風に優しく子供に声をかけれるようになりたいし、えー、そういう気持ちを大切にしたいと思います。っていうこう、えー、英語以外のね。こう気持ちの部分とか。うん あのリラックスして子育てを、うん、あのしたいってこの本読んで思ったとかそういうふうに言ってくださったのがすごく嬉しかったですしすいい、ね、あと意外と男性の方からも「はい、英語ってそんなに難しく考えなくていいんだって思いました」みたいな<ー>感想をいただいたのが嬉しかったですね。ということはあの多分、まあ、想像ですけれどもこう。 モデルになってるのは、お嬢さんとかご主人ではないかと。<laughs> ご家庭ではどうでしょうか。<laughs> お子さん、お嬢さんとか、ご主人の評判はどうでしょう。あ、それはそうですね。<laughs> あの、まあ、おっしゃるように、うん、やっぱり、私が今、子供の英語のお仕事をしている。のって、そのベースは。私が自分の娘にしてあげたいって言ったら、ちょっと。上からっぽく聞こえるかもしれませんけど。うん、子供のために、こういう経験したら、後後。 いいだろうなとか、楽しいだろうなって思うことをすべてやってるんですね。うん、はい。はい。なので、何でしょう、お母様方には、私だったら娘にこういう風にしますとか、まあ、いろんなお悩みをいただいた時に、うん、まあ、いろんなあの選択肢をあのお話しするんですけれども、はい。いつも自分だったら娘にどうしてたかなっていうのは、やっぱり考えますね。えー、彼女の気持ちがまっすぐこう育っていくようにって思った時に。うんうん はい、で自分のこともやっぱり振り返りますね、なんか押し付けしてないかとか、うん、なんかね、自分のこう気持ちを優先して、子供のに今、目が向いてないようなことはないかとかね、はい、問いかけをしな、うん、<laughs> やっぱり私も子育てしてきましたので、うん、そういったものを全部詰めて、お母様方にこう使っていただけるようにっていう思いで、仕事してます、うんえー、いいですね、本当に素晴らしいなと思います。ありがとうございま <laughs> <laughs>、はいますは <laughs> というところで、カ、ま、ヨ、えー、さんからリクエスト曲もいただいておりますが、ここでちょっとね、あの1曲お聞きしたいと思います。松田聖子で、えー、時間の国のアリスです。どうぞ。はい、それでは、えっとうん、曲と CM いったてで、うん、はい、続きからよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうぞ。 心理、はい、のハッピートーク。今日のゲストは向井佳代さんです。ありがとうございます。引き続きお話を伺ってまいります。え前半ではあのお仕事のお話まで、そして京都でちょっとリアルな授業も始めましたっていうところと、あとはあのお出しえ出版された本のお話をお聞きしました。後半は佳、えー、代さんはあの、えー、オランダに。 まあ、いろんな勉強をされて、まあね、世界中行かれていると思うんですが、オランダに最近は勉強に行かれたと聞いたんですが、オランダのなんてうんですか教育について、まあ、いろいろ、ねあのー、見聞きしてきたと思うんですが、それとはご自分がされている英語教育を比較されてきたんじゃないかなって思うんですが、ぜひそのあたりのお話、どうでしょう、オランダはどんな国でしたか。オランダの教育視察ツアーにあの参加してきまして。 はいはい、で日本からあの、現地でね、日本でも,っともともと学校の先生をしてた方がオランダに移住されて、はい、今はオランダの子どもたちに教える仕事をされてる方がアレンジをしてくださってます。うん、で日本からやっぱり子どもの教育に熱い思いを持つメンバー、うん、8割ぐらいはあの学校の先生でいらっしゃいました。はい あとはまあ私みたいに個人で教育に携わっているもの、まあ、塾の先生ですとか、はい、ご自宅であの教えている方とかいらっしゃいまして、うんはいで、皆さんそれぞれの目的があって参加されているんですけれども、私はですね、はいあのー、今、子どもの授業の話を前半もしたんですけれども、はい、やっぱり子どもの幸せって、大人が幸せかどうかで変わると思うんですね。 そうなんです。あのユニセフの、うん、調査といいますか統計で過去にあの出たものでオランダの子どもたちの幸福度は世界一というのが続いているんですね。えー、すごい,、はい。なのでその秘密を知りたい <laughs> その秘密を探って私の、まあ、お母様方へのサービスにも役立てたいというのが私の、まあ、一番のきっかけいますか、はい、望みでいきました。はい。 でオランダではあの 1>,、うん、1週間月曜日から金曜まで5つのタイプの学校、はいまあ、小学校ですとか、えー、そうですね大学みたいなとこあと専門学校みたいなところとか、はいろいろな<ー>、あのー、教育方針の学校を訪れて、はい、先生方とディスカッションをしたり、はい、授業の見学をしたり、はいまあ、子どもたちにインタビューいろいろ話を聞いたりっていう、うん、あのまあ 本当に充実した5日間だったんですけれども。<laughs> わあ、素晴らしいですね。本当に素晴らしい経験をさせてもらいました。まあ、その中であの、まあ、教育システムとかがもう本当全然違うところもありますので、じゃあ日本に何が取り入れられるかっていう視点もあり、うん、でも逆に日本の教育のこういうとこ素敵だよねっていうことにも気づけたっていうのがね、<ー>すごくあります。そうですかどんな ところが違ってたんででしょううかねねはいえっとそうです、ね、たくさんあるんですけれども、えーえー、私が自分が見つけたいと思っていった子どもの幸福と世界一の秘密って何っていうところに関しては、うん、まあ行く前にきっと大人が幸福なんだろうなと思って、うん、まあ仮説を立てていったんですね。はい、はい まあ、本当にですね、あのーあ、これが一番日本と違うっていう意味ではここなのかなと思ったのは6、うん、点主義っていう考え方があります。6点主義ですね。日本だと、まあ、例えばテストで60点だと、うんはい、ちょっともうちょっと頑張ろうみたいな感じがなんとなく、ね、<笑><笑>ある感じがするんですよね。ね まあできたら100点取れよみたいな感じの空気が親にも先生にも社会にもあるような気がしています。オランダは6点主義6点6割いいじゃん頑張ってるねみたいな、うん、っていうのが本当に今の親たちもそういう教育の中で育ってるので、はい、それがんていうんですかね本当,に本当に皆さんそう思ってる社会がっ、うん、えー、そういうところが。 あの自,分を自分をちゃんと認められる、うんうん、そういう人たちが育つ上でうで、ん、完璧主義じゃない6割でも頑張ってここまでできてるよねってお互い認め合うっていうか、うんうん、空気が一番大きいのかなっていうのが私は感じたことです。うんうん、いやーすごいですねみんながその 6, 6点主義でこうハッピーなわけですね。 そうですねそして、うん、あの学校でもですね日本だと一斉授業、ま、なんですけれどももちろんオランダにいろんな小学校や学校があるのでほと、はい、がそうとはもちろん言えません私も一部しか見てないので、うんはい、ただ私が見た学校ではそのクラスの中でそれぞれの子の、えー、理解度とか 何に興味があるかっていうのは、一人一人違うわけで、一人一人の子に対して、先生の意識が入っていて、同じ算数のこの単元をやるにしても、よくわかる。 好きな子にはちょっとこの難易度のエクスの問題をやるとか、うん、ちょっとこれ苦手っていうことにはもう少し基礎的な問題からやるとか、うん、あの個別にやるべきことをちゃんとあのアレンジしてあげていて<ー>でまたお互いに教え合ったりあ、はい、と自ら質問するっていうのがまあ当たり前だったり<ー>なんかね日本だと大人も子供も質問ありますかってシーンってしてるような場面があるんです <laughs> <もこ> <laughs> <laughs> 何も手が上がらなかったり <laughs> で,もでも質問がないからってみんなよく分かってるのかなって言ったらそうでもないこともあるじゃないですか <laughs> そうですよね、うん、そういういところもあのそれぞれの子の進路に合わせてそれぞれの子をサポートするので、うん、その子分からなかったらもう全然普通に分からないとこは自分が声を上げて聞くっていうのも当たり前になっているし、うん、分からないから聞くことが恥ずかしいっていうのは全くないそれが当たり前っていう教育が、うん。 もう本当にそうです、ね、小さい頃からされてるんだなっていうことが先生方の話からもよく分かったのでそこはあの日本がいい悪いとかオランダがいい悪いではなく、うん、これは日本の子どもたちにもあのこういう大人が周りにいたらきっといいよねって思うことは素直にあのやってみたいなって私も思いましたし私は私のお客様であるお母さん方とかお子さん のあのおうちでの英語教育に関して、うんはい、私がいいと思ったことをどんどん取り入れられるようにアドバイスしていきたいなというふうに思いましたそうですね、ぜひあのたくさんの皆様に今のお話を聞かせてあげたいなと思います。佳代、うん、さんに何、まあ、か質問とかでお聞きしたいときはどう,いう,ふうにしたらいいんでしょうかね、なんかこう、おうち英語の URL とかございますか。そうですねあのーうん 私、おうち英語のアカウントと大人の英語のアカウントがあるんですけれども、どちらも LINE 公式をやってまして、インスタと YouTube もありますので、その何らかのところから入っていただいて、コメントしてくださったら。分かりました。じゃあ、あ後でまた YouTube 配信の時に下に貼らせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます もっともっとあのオランダの教育の事情、環境ですね、でまた日本の環境は私たちもまあいるんですけれども、見落としているところもあるかななんて思うので、ぜひ直接、向井佳代先生からお聞きしたいなと <laughs> 思い,とはいぜひあの、聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、つないでいただいて、アクセスしていただいて、もっともっと佳、ね、代先生、いろんな話話を持ってらっしゃると思うんですね。ぜひ、あのー 引きしてはいかがでしょうかということで、あの YouTube の下に言わられるらせていただきますの、ね、でよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。あのオランダに関しては9月28日に、はい、Zoom でどなたでも参加いただける報告会っていうのがあります。すねえー、はい。あと<ー>沖縄の方はちょっと遠いと思うんですけど、ね、1 <laughs> 月23日には。え 京都でリアルに観光しながら英会話をするっていうイベントもちょうど今日から募集を開始したところですのでそうですかで、ね、リスナーさんであの京都に来れるという方がいましたらぜひその情報もあの、はい、下に貼らせていただいてだんだんと皆さんあの旅行が、ね、あの広がっていっていると思うので、はい、もしかしたら10月、はい、秋の京都に行かれる方もいっぱいいるかもしれませんで。そうですね、はい <laughs> はい ぜひあのチェックしていただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの楽しくお話を伺ってまいりましたが、早いものでも時間となってきました。今日も本当にあっという間の三十分でした。えー、向井海代先生、本当に今日ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お話をねたっぷり伺ってきたんですが、まだまだ聞き足りないなと思いますので、情報 YouTube の下の方に貼らせていただきますので、ぜひ皆さんあのアクセスしていただいて九月。 10月イベントがあるんですすよねはいおお待ちしております <laughs>、はい、どうでしょうか、最後にあの沖縄にも何回かいらしたことがあるというふうに聞いたんですが、最後にあの沖縄の,あの感想など聞いて <laughs> 終わりましょう沖縄はです、ねうん、初めて行ったのは中学生の時家族旅行で行きまして、えー、あその時あの豚の耳を食べるとめちゃくちゃびっくりした<あ> <laughs> んですけれども、<laughs> でもそこからもう大好きで、その後大人になってからは、うん、あのヨガのリトリートで。 45回ぐらい行ったりしたのと、えー、まあ最近でも旅行で行ってますでも本当に食べ物がおいしくって私手道とかもすごく好きで本当にあの、自然のこう恵みって言いますか <laughs> 感じますしお魚も大好きなので。<laughs> はい 本当にいつもお食事も楽しませていいたただいてますあよかったですお口に合ったなというところでもう本当に今日はいろんなお話聞かせていただいてありがとうございました。この後と YouTube 配信もあのされますということを何回もご案内しておりますけれどもぜひアクセスしてみてください。お待ちしております。またあの番組に参加してくれた皆さんありがとうございました。お相手はシンリーでした。それではまた来週 同じ時間にお会いしましょう。向井先生、ありがとうございます。ありがとうございました。さよなら。さよなら。